少しピット離れで差が出てきました。競争水面は第10レースの特別選抜 B 戦を迎えています。最終日の競争後半戦ではイン逃げ続く展開となっていますが、この時間帯は少し風向きの方変わってきました。後半戦もやや風向き変わりやすい状況ですが、現在はバックストレッチ側からの横風が中心になっています。水面状況です。スタートまでは1分を切りました。どうやら内枠勢は動きありません。外枠勢で動き出てくるかというコース争いです。1コースには1番の原田幸也、予選2日目のイン戦はスタートダッシュ勢の飛び出しにはついていけませんでした。1コース1番の原田、現在ターンマーク横の位置。その後ろ2コースに2番の吉川元弘、前半イン戦では勝ちきれませんでした。後ろ3手結局は枠なりのダッシュ戦です。3コースに3番の中島光平、中島から外の各選手前半戦いずれも逃げての勝利です。4コース角4番のブス島誠、そして5コースに5番の松井茂、6コースに6番の山田浩二、3対3の枠なりです。スタートまでは10秒を切りました。進入隊形はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。全体的にはまずまず揃ったスタート、その中でも1コース1番の原田はスタートを決めて、ここは逃げる展開。外からマクリンク3番中島届かず、内をついた2番の吉川引き波の中交代。ここは逃げて1番の原田が先頭を抜け出して、外一定審査は3番中島続きます。その後ろ4手1段の3番手争い、スタートは前提正常でした。3番手争い、内から上がってきたのは6番の山田、外から行くのは2番の吉川。さあこの2人の争い、3番手争いはインコースに6番の山田、アウトコースに2番の吉川、少し直線外伸びていきます吉川ですが、インコース手先はかかっています。6番の山田抵抗します。この打ち上がってきたのは5番の松井。さあ3人の3番手争いですが、外を待ってここは松井の外からかわした。3番手争い、ここで6番の山田が抜け出しています。リードは一気に3点進、その後ろは2番吉川と5番の松井、4番手争いで4番ブス島最高峰です。2周に幕の旋回、3番手6番の山田、内をついて2番の吉川届いていません。上位3艇は1番3番6番で最終周回です。先頭が1番の原田、2番手水槽3番の中島、6番の山田、3番手争いから大きく抜け出しています。これから最終1マークの旋回、後ろ4番手から追いますが、ここでも2番の吉川届きません。最後のバックストレッチに移って3、4番手差はこの辺りでは5点進近くまで大きく広がってきています。2連単は1番3番が 4.2 倍のッツ、3連単の1番3番6番の組み合わせは 38.2 倍のッツで最後のホームストレッチに移ります。先頭1番原田五輪、3番中島五輪、6番山田五輪、2番4番5番の順で五輪。